皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室のトラブルの要因は実は〇〇〇だった、3つの実例解説ということについてお伝えしていきたいと思います。ここ最近ですね、ご本人というか、クライアントさんご本人のメンタル的な部分とか、落ち込んじゃってこう前に進まないとか、心がしんどいとか辛いとかっていうご相談を、立て続けに3件受けたんですけれども、全部事象は違うんですよ。全部事象は違うんですけど、私が引いた目で見る分には要因は全部一緒です。同じところの根っこの要因が全てその事象を引き起こしているということを分かって、ご本人にお伝えするとご本人も納得されて、そういうことだったのかっていうことで対処していくっていうことになるんですけど、なのでこれはもしかしたらやはり皆さんにも同様のことが起こっているかもしれないなと思いまして、今回テーマに取り上げてお話をすることにしてみました。はい、教室トラブルの要因は実は〇〇〇だったっていうことですね。はい、では早速解説をしていきたいと思います。トラブルっていうか、ご本人のねマインドとかメンタルの部分がちょっとやられちゃうっていう時の要因なんですけどね、事象はバラバラなんですよ。バラバラなんですけど、もう聞いた瞬間に要因は一つだなと私は思いました。さて、その要因は何だったでしょうか。はい答えを言います。答えはですね、結局ですね、要因を引き起こしているのはクライアントさんご本人ということで、〇〇〇は自分だったというのが答えになります。教室のトラブルの要因は実は自分だったという衝撃的なお話をこれからします。もちろん全ての案件がそうだという場合ではありません。 100% どう考えても頭がおかしいかもみたいな人に出会ってしまうこともゼロではないです。だからそういう時には運が悪かったと思ってください。そうじゃないケースにおいては、大概その要因を作っているのはクライアントさんご自身であることが多かったんで、これからその要因と原因がどういうところにあったかっていうことをお話をしていきたいと思います。まず一つ目ですね、このテーマはモンスターカスタマーはあなたが作っているという話なんですけど、性質的にですね、本当にその方自身の性格が悪くてですね、わがまま言いたい放題というタイプのお客様がいるケースがあります。でそういう方っていうのは傍若無人に振る舞うので、他の方とクラスが一緒になっちゃった時とかに嫌われたりとかですね、当然ですけど空気読まない方なんで、発言もおかしいわけですよ。ご本人は自分が正しいと思ってるんですけどね。でそういう時にその先生がどういう立ち位置でいなくてはいけないかっていうと、やはりですね、その方をきちんとたしなめるというか制止するっていうことをしなくてはいけないのは教室の先生の立場のやるべきことなんですよね。なのでその皆さんの、前で言うとその方のプライドとかも当然傷つきますから、別室に呼ぶっていうか違う場所で別件でちゃんとあの時のこういう発言はこういうふうに皆さんが思うと思うから良くないと思いますと、その場の、空気とかも凍ってたしみたいな話も含めて、客観的に見てそうだと自分が思う場合にはですよ、それを正しく伝えるんです。感情を入れずに正しく伝えるんですよ。でそういうことをやらないで、その人は自分が合ってると思えばどん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 増長していって、どんどんわがままになります。で例えばここで先生が私たしなめました言いましたとかっていう方もいらっしゃるんですけど、本人が変わってなかったり伝わってないんだったら言ってないのと一緒なんですよ。だから残念なことに、あなたがどんなに勇気を振り絞って言ったとしても相手の人が受け取ってくれなかったらそれは言ったことにならないんですよ。ここをちょっと大きな勘違いがあるんですよ。
中にはそもそも言うこと自体を放棄している方もいらっしゃいます。要はその方に嫌われたくないからです。全方向の生徒さんにいい顔をして、素敵な先生、いい先生って言われたいがために、わがままな人を確かめることもできずに、その人に言うとその人から嫌われる、ないしはまあ教室辞められちゃうっていうのが、自分が傷つくから嫌だから言えてないっていう人がまあまあいらっしゃるんですよ。そうすると言わないとどうなるかっていうと、その人は正しい、自分が言ってることやってることは正しいと勝手に理解をしてしまい、もっと増長するんです。そしてめでたくモンスターカスタマーが育っていくということになります。でその方の状態はどういう状態だったかというと、モンスターになった時点で相談されるわけですよね。で困ってます。ただ経緯を聞いてると、数回その人をたしなめる機会があったはずなんですよ。というか、私だったら絶対に一番最初の手前のとこに、その目が発言した時に目切るか潰してます大体。でそれをしていなかったということが分かったので、なぜその時にその方に本当はこうなのにっていうことを分かっているのに言わなかったんですかって言ったら、言えなかったんですって言います。でご本人は言えてないんですよ。ますます増長する、他の生徒さんにも迷惑かける、それってやっぱり教室の運営として良くないじゃないですか。先生が提供するべきことは、ここ居心地のいい教室なんですよね、来る人にとって。でそれがある一人の人だけが浮いていて、他の人が迷惑をしていたら、その一人の人の対処は先生でしかできないんですよ。それなのにそこに例えば向き合わないで、言えなかったんですで住んでたとしたら、まあ、他の方がね、それが嫌で辞めちゃうケースとかだってあるわけですよ。だけど要はそれを言ったことによって嫌われる自分が嫌だから、八方美人的に言わないで済まそうっていうことを選択する女性の先生は多いです。はい、まあ、そういうなんていうのかな、環境で育ってきてるっていうのがあるんでしょうけれども、私はビジネスの現場でやってきてますから、きれいごとでなあなあでごまかしながらいかないことって、プロジェクトが失敗しちゃうことって多いんですよ。だからちゃんと腹を割って喋って、それで決別するんならしょうがないっていう、その自分も痛みを伴うし、相手にも痛みを与えなきゃいけない時ってあるんですよ。そこから逃げていて、それでその人がそんな風になっちゃいました、困ってますっていうのは、それはお門違いでしょうという話なので、だいたいそういう風にモンスターカスタマーを育てちゃうのは、素養があったにしても先生が助長しちゃってるケースが多いです。はい、なので向き合う時にはいい子でいることを捨てるということです。きちんと正しいことを正しく伝えるっていうスキルも、ビジネスをやっていく上では必要なので、いい人に見られたいだけでは教室業は成り立ちません。なのでどこかできちんと正しく伝える、で伝え方が悪い場合には逆ギレされます。その逆ギレされた刃も全部自分が受けることになります。だけどこっち側の後ろ側にいる迷惑かかってる生徒さんは救うことができます。矢面に立てますかっていうのが多分一つ大きな要因になってきて、矢面に立てないから自由に言わせるだけ言わせてしまって、結果他の方が迷惑をすることになるという状況を作っているので、モンスターカスタマーはあなたが大体作っているということを理解してください。どうしても嫌だったらやめていただけばいいだけの話なので、嫌だったらっていうか社会的に見てもおかしいっていう場合はですよ。はい、だからそこの見極めはね、ちゃんとする。付き合うって決めたら自分が付き合うことを決めたわけですから、文句を言わずにちゃんとその人と向き合うっていう覚悟をするっていう、それだけのことです。どっちかです。はい、なのでそれをさておいて困った人がいるっていう話はお門違いということになるっていうのがまず第1点目です。で2点目、集客をしたいしたいと思うほど集客ができないという話です。はい、でこれは例えば新しいねコースレッスンとか新しい講座を立てたら、まあ、当たり前ですけど満席にしたいじゃないですか。埋まってほしいですよね。埋まってほしいんだけれども、埋まるだけの努力を過去にしてきてるかどうかが今満席を作れるかどうかの大きな分かれ目なんですよ。集客を楽にするっていうのは仕込みの方が大事で、9割が準備なんです。どっちかっていうと
だから例えば30人とか50人規模の集客したかったら、それ以上の人数の人に信頼されてないと商品って購入されないんですよ。だから信頼構築をしなくてはいけないんですね。でその信頼構築っていうのは時間がかかります。今の世の中特に教室が山ほどあって、その中で自分を選んでもらうっていう、そのUSP とかいうね、ユニークセリングプロポジションっていう、まあ、強力な強みっていうことだけでは今選ばれなくなってるんですよ。その人が好き、その教室が好きっていうお客様のロイヤリティがないと予約が入らなくなってるんですよ。これ昔と変わってきてます。だから時間がかかるので、その時間がかかる信頼構築を今募集かけてる時以前に半年から1年前にできてたかということが多分ポイントになります。そうすると、例えば今集客して今入らなかったからといって、そもそも過去にやってないんだったら、特に新しいコースとか新しいお客様に向かってそれを販売すると決めているのであれば、当たり前なんですよ、入らないのが。構築をしてきて、地道にちゃんと信頼構築して人を集めて、そしてその集まった座にこれいかがですかってみんなが欲しがる商品を出せば、当たり前のように埋まります。このプロセスをやっておらず、そこの自分を、過去の自分を棚に上げて、今集客できないっていうことで焦って、集客と思って SNS をやると、どういうことになるか、ますますお客様が離れていきます。なぜならば、お客様の問題解決ないしは喜びのために集客をしてる、教室に来てねって言ってるんじゃなくって、自分が今満席にしたくて埋めたいから文章を一生懸命書いて一生懸命やってるんですよ。そうするとどういうことが起こるかっていうと、私こんなにやってるのになんでとか、挙句の果てには問い合わせが入っているのに、その問い合わせもめんどくさいと思ったりとか、なんで予約じゃないのとか、あと数少ない方がありがたく LINE とかね登録してくれたり、メルマガ登録してくれてるのに、たったこれだけしか登録してくれなかったっていう、全てが不満に全部変わっていくんですよ。数少ない、やっと振り向いてくれたお客様を大事にできなくって、その他のたくさんのお客様って大事にできますかっていう、でその残念ながらマインドとか心持ち、向き合い方は全ての行動に現れて、文章一つで行間にもう集客したがってる、焦ってる、この先生って人気ないなみたいなのがね、オーラが出ちゃうんですよ。でそうするとますます人って行きたくなくなるんで、やっぱね、おおらかなオーラは持たないといけない。ということは、すぐには集客基本はできないです。距離を短くするっていう上で即効性があるライブ集客とかありますよ、あるんだけれども、そのライブはそもそも聞いてくれる人集めなきゃいけないじゃないですか。だから普段の地道な投稿とか信頼関係構築なくしてライブだって本当はうまくいかないんですよ。一元さんとか聞いてもらったって、全然その一元さんじゃあ一回聞いてもらった人が定着するまでどれぐらいの回数聞いたら定着するかっていう話です。定期的にねクラブハウスとかでもお話ししてる人いますけど、月曜日から金曜日までちゃんとずっと毎日喋ってる人とかいるわけですよ。私はクラブハウスは自分がそういう形では使っていないんですが、やっている方はもちろんやっています。私はどちらかっていうと、やっぱりメルマガ、 LINE、 YouTube、 ブログ、このあたりが得意なので、得意領域をコツ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 やって自動集客をやってるわけですけれどもね。そんな感じなので、集客を焦るとお客様の扱い方が粗雑になって、感謝するべき事象すら感謝もできなくなり、自分都合で埋めたいからといって発信をしている発信は雑で、しかもお客様の心に響くように発信ができないんですよ。だから結局集客するほど集客できないっていうことになって、これも要因は自分だから、自分本位で自分がそうしたいからそうしてるのを、ただ SNS を使って垂れ流してるだけになっちゃうと、当然ですけどその匂いを敏感に察知します。入れたがってるよねっていう人の投稿には人は反応しないです。なのでいろいろとね、事情と状況はあるのは分かるんです。で、瞬発的にやるって言うんだったら、じゃあ
例えばネット集客じゃなくてアナログで足使ってその顧客がねいそうな場所にチラシを巻きに行きますかっていう話なんですよ。だって即効性が欲しいわけでしょ。それってでもやらないですよ、どの先生も基本的に。だからネット集客ってアナログの集客でビラ配りを自分の手でやることを考えたらめちゃめちゃ楽なんですよ。そのあたりの感謝もないじゃないですか。だから自分ってなんでこんなに頑張ってるのに辛い辛い、もう辛い辛いオーラが投稿に出ちゃうとますます人って引いちゃいますからね。でここもやっぱりねご自身が要因だったりするケースがあります。はい、これ2つ目です。で3つ目、他の人が他人があなたを傷つけているのではないということです。はい、これもよくある思い込みと勘違いですね。はい、他人っていうのはその人の価値観において発言をするんですよ。だからその人はその人の正義で発言してます。であなたはあなたの正義を持っている、独自の心情を持ってるわけですね。これぶつかっちゃったりすることはありますよ、だって他人なんだから。で傷つけたくて言ってくる、もちろんたちの悪い人はいます。いるって分かった瞬間にその人から離れればいいだけなんですよ。利害関係とかそんなのもうその段で考える必要がなくて、自分の心身が病んでしまうと思うぐらいだったらこの人は合わない、もうどう考えても相入れないっていう人から離れるべきなんですよ。その人に傷つけられたからといって心が傷ついて病んじゃってどうしようとか思うぐらいだったら、いや距離を取ればいいし離れればいいし、お仕事してるんだったら決別すればいいし、まあ、賠償金が払うっていう金額によってはじゃあしぶしぶこのプロジェクト終わるまで我慢するかっていう大人の対応する場合もあるんですけれども、相入れないところをどこまで我慢できるのか。ただこればっかりやっていて誰とも付き合えなくなったって言ったらあなたのキャパシティが狭いということになるので、そこは広げる必要はあります。誰とも付き合えなくなっちゃったらキャパシティが狭いということになるので、だからといって全てを迎合するわけではないです。なので基本は他人はあなたを傷つけているわけではないということです。じゃあ誰が自分を傷つけているのか、自分が自分を傷つけているんです。この人がこんなセリフを言った、私すごく傷ついた、私すごく傷ついたっていうことで私なんですよ。私がその言葉をどう受け取ったかっていうことで勝手に傷ついてるんですよね。で私もまあその話を伺った時に、確かにそういうふうに聞こえなくもない、聞こえなくもないけど別にその人の性格とか普段の状態発信聞いてると、別にそのバサバサ言うタイプの人とかの流れ弾がちょっと当たったぐらいで悪気はないケースがあります。だけど自分の心身が弱っていたり受け止めるメンタルが弱いと、それをもろに引き受けて、そんな人だと思わなかったのに急にひどい、変わった、人が変わったとかっていう方いらっしゃるんですけど、いや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 、言葉を受け取ったのは自分で、今までいいと思って言ったっていうのも自分で、それがたった一言のその自分が思った方向に答えを言ってくれなかったってその人を否定することになるのもっておかしくないですか。全てあなたが思うようにいい発言をしてくれる人なんて基本いないですよ、世の中に。全てですよ、全て 100% どこかあれとか思う発言する人いますよ。それは例えばどんなに仲のいい友人であろうと、どんなに愛し合ってる夫婦であろうと、恋人であろうと、まあたまにはありますよね。あ、え？とかいう話で、その時にその自分が感じた感情を伝えられるかどうかの方が大事ですよ。私今そういうふうに言われたのはこういうふうに感じてちょっと心が悲しくなりましたとか、私の思いはこういう思いだけれども、あなたの思いとは違う、そのあたりはどう考えるとかっていうのを言えるか言えないかはすごく大きくて、その場で処理しないといけないんですよ。それを自分が傷つけられたって思って悶々としてると余計傷ついちゃって、その人を変に疎遠にしたりして、向こうは何とも思ってないのにとか、案外大きな勘違いとかっていうのもよくあるんですね、後で聞いたりとかすると。これは別にその方だけじゃなくて私もそういうことをやったことがあるんです、過去に。
旦那の一言の発言でえらい傷ついて、もうそれこそ、いやこんな考え方する人とは離婚だなぐらいに思うようなめっちゃ傷ついた発言があって、でも本人と、まあ、離婚前提でね話し合うような時とかあるじゃないですか。でそういうような時とかに話した時に、いやあの時のあの言葉は傷ついてもう一緒にいられないと思ったみたいなことを仮に言った時に、はぁとか言われて、それがそういう意味じゃなくてっていう全く真逆の話だったんですよね。でも私がその時に不満をうつうつ抱えていて、そのついでにその言葉が来ちゃったから真逆に聞いてしまったんですよね、彼が本意とする意図と。だからその瞬間に本当はそんな風に思ってるなんて心外とか言えばよかったんだけど、言えなくてふつふつとして数年後にそういうことを言うことになっちゃった。まあ、誤解解けたんでいいんですけどね。だからそれ以来私はお仕事でもプライベートでもなるべくんって思ったことは否定批判じゃなくて、私ってこういうふうに思って心が傷つきましたみたいな感じのことを言ったりとかするようになりました。そうするとそれによって違うよって言われれば違うし、あそうだったんだねごめんって言われればそれでいいから、つどつど果たしていくっていうことが大事です。で自分がそこを流してしまったんだったら、もうぐじぐじそこを掘り返さない、流しちゃった自分はもうそれで決断してるんだから、それ以上あの時ああ言われてでもあの人はこう言ってっていうんじゃなくて、その人と付き合うことも選択してるのは自分なんだから、自分が自分で決めたことに責任を持つっていう、そういう感じです。だから他人って傷つけようと思って傷つけてるんじゃなくて、その人の性質においてただ発言してるだけなんですよ。傷ついてるのは自分なんです、勝手に。だから他人は変えられないけど自分は変えられるということで、受け取り方を変えれば変わるケースもあるから、基本心身がいい状態である必要があります。体が病んでると心もね病んでくる。あとその人のどこの言葉のどこにフォーカスするかっていうのを悪意を持って聞いてしまうと、やっぱりね悪いように聞こえちゃうんですよ。私が聞いた限りではそんなにひどいこと言われてないんですって思ったんです。その通り伝えましたけどね、相談された人に。だけどその彼女は自分がめちゃめちゃ傷つけられたと自分で思ってるんです。でも引いてみると大した話じゃないんですよ、特に仕事をやっていく上では。だからだいたいそういうケースの場合に大いなる勘違いであるっていうことも多かったりします。ただ冒頭に申し上げたように、大いなる勘違いがどころの問題じゃないぐらい、その本人に素養とか性格がどう考えてもおかしい、もう100人に聞いたら100人おかしいよねっていうようなケースがあるときには、もうその人となるべくもう関わらないでその場所から逃げる、そっちの方がいいです。下手に関わると巻き込まれ感が半端ないので、余計な感情と余計な体力使う羽目になるので、逃げるが勝ちです。そういう時には下手にその人をどうにかとか傷つけられたみたいなことで喧嘩しに行ったりとかね、疲れるだけです。 100% おかしい人とはなるべく一緒にいない、その場から離れる、それが一番ね正しい解決方法なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで3つのね実例をお伝えしてみました。まとめていきたいと思います。教室トラブルの要因は実は〇〇〇だった、3つの事例解説ということで、〇〇〇とはトラブルの要因は実は自分だったということですね。で1つ目、モンスターカスタマーはあなたが作っている。2つ目、集客するほど集客できない。3つ目、他人があなたを傷つけているわけではないということで、まずは起因が自分の中にあるということ、聞き方、自分の耳がどういう状態なのか、心身の状態がどういう状態なのかによって発言の聞こえ方が違うし、負の部分を見に行くよりはやっぱりいいところを見に行くことによって負の部分を打ち消しちゃう方がいいし、もうこの人といるといつもなんか負の感情がふつふつ湧き起こるなって言ったら離れる、縁を切るっていうことを自分で選択をする。その段においてその人に嫌われるかとか関係ないんですよ。それを、むしろ
うやむやにして悶々とした結果、他の生徒さんに八つ当たりする方がよっぽどナンセンスな感じなんで、一人の人が自分の中で占める使っている時間とか感情を使う時間の割合が多いなと思ったら、ちょっと関係性を見直すっていうことをやられるといいんじゃないのかなっていうふうに思いますので、今日お伝えしてみました。それでは。